はい、皆さんどうもお久しぶりです、カフェ&キッチン向井の YouTube 動画始まります。今回はですね、自分のやってみたかった競馬動画っていうのをやってみたいと思います。今回予想するのは、阪神競馬場で行われる、京都記念、これを予想してみたいと思います。ただ僕は競馬当たりませんので、これ見て、競馬買おうかなとか競馬やってみたいなと思う人は気をつけてください。それでは、京都記念の本命を発表したいと思います。はい、それでは京都記念の、向井のマスターの本命はこちらです。ドン、字が逆だ、モズベッロ、こちらですね。モズベッロは去年の宝塚記念が3着に好走してますし、今回叩き3戦目、そろそろ走り頃だと思いますので、この馬を本命にしてみたいと思います。それではちょっと今から馬券を買ってみたいと思います。はい、今購入しました。見えるでしょうか。よいしょ、どうだ、こうだ。副賞と馬連三連複で勝負してみたいと思います。当たるかな。モズベッド後ろか。ちょっと後ろすぎないかな。何本いいな。あー、なんか後ろすぎるな。よし、よし、伸びてこい、伸びてこい、頑張れ。あー、伸びないかな、伸びないか、伸びねえか。ダメか。はい、ってことで、モズベッロは、8着か9着ぐらいですかね。伸びなかったね。去年の宝塚記念の再現を狙ったんですけれども、残念。また、来週にでもリベンジをしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。